久保さん。今回、バリちゃんにしましょうか。バリちゃん。僕がこのバリちゃんを見つけたのは、もう6、7年前、8年前ぐらいだと思うんですけど、衝撃的でしたね。まあ、ひたすらね、ご飯を食べてるだけなんですよ。まあ、ちょっと最近はね、なんか、YouTuber っぽく、なんか、あれだ、あれ、なんか、ちょっとなってきたかな。うん。でも昔のやつが好きなんですけど、そう。 すごいですよ。なんかほんと食べてるだけで。うん。なんか、すごいです。も、ま、う、あ、なんか喋らないんですよ。最近見てないん、ね、で、最近は解説してそうですけど。うん。ただ食べるだけなんですよ。食べるだけで、黙々食べるだけで、たまにカメラを見るんですよ。で、喋るのかなと思ったら喋らないっていうね。 なんかね、ただ食べてるだけなんだけどまあコメントとかもね安心感があるみたいねだ一番回してるのであの36万回回してるやつがあるんですけど、まあ、朝ごはんを食べてるやつなんですけどコメントがなんかハマるとかね安心感があるとかね <laughs> いろいろついてますけど本当ねなんかね僕はあな,なんか 人がご飯を食べてる姿っていうのは、これ価値があるんだなっていうのに気づかせてくれたのがバリちゃんですね。ただご飯を食べてるだけなんだけども、で普通だったらね、僕なんかはなんか、話さないといけない。何かいい話をしないといけないみたいなのあるじゃないですか。でも、あ、食べるだけでもなんか人になんか価値を与えることはできるんだなっていうのはね、バリちゃんのおかげでしたね。はい。いってらっしゃい。